熊本市市政情報コーナー知っとるね学ぶくん、片学くん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。すぐ横に来ちゃったね。しゅうこさん。何ですか。しゅうこさん、じゃあですね、まず歴史の問題からいきますよ。まずっていきなりすぎるね。いいですか。まあやめてもやるんでしょ。泣くようるいす。平安京。残念でした。泣くようるいす、ほうほけきょですよ。いや、そんなのないよね。わからないんですか。いや、わからないよ、あなたのオリジナルだから。なんと綺麗な。なんと綺麗な、うん、残念。いやいや、まだ言ってないし。綺麗なうちのまま。あのね、なんでわからないんですか。 あなたのオリジナルのやつはわかんないで当然ですわ。やっぱり歴史を基本的に勉強しないとダメですね。うるさい、近いよ。ということで今日はこの数字が入ったやつです。やつ、数字ご覧ください。やつってなんだ、やつってなんだ。今日はライブ119映像通報システムについて調べなんでない。いい国作ろう鎌倉幕府です。学ぶくんがやってきたのは熊本市消防局。案内をしてくれるのは子どものサッカー観戦で肌が小麦色の大塚さんです。ライブ119映像通報システムって何ね。学ぶもん学ぶ。熊本市消防局では今月1日からライブ119映像通報システムの実証実験を開始しました。ライブ119とはスマートフォンから119番に通報した方に映像の送信を依頼し、その映像を消防局の司令管制室でリアルタイムに確認ができるシステムです。今回はインサート撮影が多かけん、続きはナレーションでどうぞ。どういうことですか。ここからはライブ119の流れを紹介します。119番通報の際、消防司令員が必要と判断したとき、ライブ119による映像送信の協力依頼があります。このとき、スマートフォンをスピーカーフォンに切り替えると、撮影中に耳を離しても消防司令員の声が聞こえるようになります。映像送信の協力を了承すると、スマートフォンにショートメールで映像送信用の URL が届きます。それをタップするとライブ119が起動し、注意事項を確認する画面に変わります。ここで注意が必要なのが、映像を送信するための通信料は通報者の負担であること。料金は契約の通信会社やプランにより異なりますが、1分間あたりおよそ15から30メガバイトの通信容量の負担となります。かかるよね。問題がなければ承諾して次へのボタンを押します。続いて位置情報やカメラ、マイクの使用の許可を尋ねてきますので、すべて許可を押すとカメラが起動します。そして画面を横向きにすると撮影ボタンが現れ、それを押すと消防局に映像が送られるという流れです。状況を伝えられるんですね。消防司令員は映像を見ながら災害状況を正確に把握するとともに、心肺蘇生法などの応急手当の方法をアドバイスします。ライブ119では心肺蘇生法などの動画を消防局から送信することもできるので、通報者はその動画を見ながら適切な応急処置を行うことができます。あと消防司令員のアドバイスを文字で表示するメッセージ送信機能や、撮影者が周囲から野次馬と勘違いされないよう消防局からの依頼であることを画面に表示させることもできます。ライブ119の映像は現場に向かう隊員も移動しながら確認ができますので、なるほど、刻と変わる状況にも対応ができます。はい、119番は110の王より強いんですか。いや、中華さん、いかがでしたか。いや、すごく画期的でね、なんかすごいなと思いましたよ。このですね、実
証実験は来年1月31日までの予定ということなんですよ。あ、早くねそれが実現すればいいよね。こう実際に あの中華さんの出番は8月31日までです。何急にそんな中ということで、また来週です。そんなことないですよ皆さん。そんなことないから。8月31日これで終わったりすると、いや、お世話になりました。ありがとうございました。